んにちは。今日は今年初めてだと思うんですけども、初の試みでクッキング動画をやってみたいと思います。でもこれまでいろいろちょっとお菓子作り的なものの VTR はお届けしてたと思うんですけども、まあ別のものをやってなかったのでちょっとやってみたいと思います。今回はコーヒーゼリーを作ってみたいと思います。まあ、使用したのはこちら、森永さん提供のトップゼラチン、まあ、大変お買い得で販売されているので、まあ、これでゼリーを作ったり、あとは、牛乳などで混ぜて、牛乳ゼリーみたいな感じで作れると思います。まあ、何でも、果汁ジュースでも応用が効くので、僕のゼラチンはロングランの商品だなと思います。でこちらを使ってもう早速作ってあるんですけども、コーヒー、まあお好きなコーヒーでいいと思います。まあ、コーヒーに甘みを入れたい場合は あらかじめ熱いうちにお砂糖を入れて混ぜて作っておいたものを、先ほどのこちらのゼラチンの、作りたい個数分だけの分量を取って作ります。で作ったのがこちら、これは、今回私が使用したコーヒーは、コンビニコーヒーのこのインスタントコーヒーで作っておりました。買ったのは今回ファミリーマートさんのこのコーヒーでちょっと作ってみたんですけども、まあ、次作るときはコーヒーチェーン店のいろんなコーヒーでちょっと試してみたいなと思っています。でこちら今ゼラチンも常に入って一晩冷やしているので、もうこうしてもこぼれません。固まっています。でこちらもコーヒーゼリーを使ってちょっとしたおやつを作りたいと思います。先ほどのコーヒーゼリーをスプーンなどで作ってこのコップの中に入れます。この中にこちらのバニラアイスを入れます。何でもいいと思います。で、今回ちょっとミントを用意したかったんですけども、用意できなかったので、ハーブで育ててたんですけども、ちょっと失敗してしまいまして、で、今回手元に買っていたこのドライフルーツを使って入れていきたいと思います。でこれはトッピング用に用意したものです。こういうふうに量を取っていって入れていきます。こんな感じですかね。今回コーヒーの量が少なかったので、ちょっと作れる量としては少なかったんですけども、こんな感じにトッピングを組み合わせてみるとちょっと楽しいかなと。できればいろいろアレンジして作ってみてはいかがでしょうか。